なんでそれがわからんかねとあの多分この文章からしたら中学校とか高校でも成績がいい方だと思うんですけども10代ですね GMA さんなぜクラスメートたちは自分の点数を他人に見せたり見せたがり他人の点数を知って言いふらしたがるのでしょうか。 え自慢したいという気持ちならまだ分かりますが平均以下や赤点などの点数で周りに楽しそうに見せびらかすのが全く理解できません大声で他人の点数を叫ぶのはもっと分かりません岡田先生はどう考えますかまた私は周りに絶対に点数を教えないようにしているんですが聞かれたら答えた方がいいのでしょうかあまあもう10代というか中学生ぐらいの悩みだなまずその 自分の点数が悪いのを周囲に言いふらすっていうのと周りの人の点数を知りたがるっていうのはそれぞれその微妙にね動機が違うんですけども周りの人の点数を知りたがるっていうのはあの自分が群れの中でどのポジションにあるのかっていうのを知りたがるたりです、ね、同じ群れの他のメンバーの状態を知りたがるというのは社会的動物である人間の本能なんですね。こういうい本能が ないと孤立しやすいから孤立を怯える人たちっていうのは特にこういう行動をとるんですよだからあいつ何点取ったらしいよっていう情報は他のメンバーにとって有益な情報なのでまあ、他のメンバーもみんな弱い群れの中の個体なのでですねこれを暴露するということは群れへの貢献に繋がるというですねまあ、この辺ですねで、自分の悪い点数を言いふらす動機っていうのは まあ二つって理由二つあって一つ,つ目はまあ防衛本能というのかな、あのー、まあどんなバカであってもですね点数としてはっきりわかる悪い点数をつけられたら自尊心が傷つくわけですよ。だからそんな 傷ついた自尊心を癒すためにですね。俺ってこんな悪い点を取ったのに全然傷ついてません。っていうですね。痛くありません。って開き直っておちゃらけるといわゆるあの運動会でと競争でですね。転んだ時にですね。照れ笑いしながら走るじゃないですか。あれと同じような防衛本能だと思ってください。で、もう1つですね。自分の悪い点を言いふらす。理由は？ 群れを作るためですねこれによって新しいまた群れを作るためですでこ,れここでさらにですねあ俺も俺も俺の方がもっと悪いっていうやつらが現れたらやっぱ傷ついたさっき言った自尊心も癒される上に仲間との一体感が出るわけですねだから悪い手取ったのは俺だけじゃないんだとか俺たちは一緒だ仲間だとむしろテ,テストで良い点取ってるやつは陰でこっそり勉強している卑怯者だ嘘つきだ裏切り者だっていうですねクラスの中に敵を作り ですね。みんなで憎むことができる敵を作り、俺たちは仲間だっていう盛り上がり作れるわけですよ。で、これも本能なんですけども、なんでそれがわからんかねと。<laughs> あの、多分この文章からしたら、中学校とか高校でも成績がいい方だと思うんですけども。 これぐらいのその簡単な理屈がわからないということは偉いクラス内で苦労してると思うんですけども、俺はそっちの方が心配なんですけどね。だからまあ、なんでこういうことをするやつが多いかっていうと、勉強していい点取るよりも手っ取り早く簡単にそのメリットがあるからですね。幸福が近づくからだと思うんですけども、言いふらしてるその低い点自慢してるバカの方が、 あなたよりもクラスの中で楽しそうだと思うんですけどもだからあの点数を教えるかどうか聞かれた時に点数を教えるかどうかはそういうやつらと仲間になりたいかどうかで考えればいいと思うんですけどちなみにあの山木先生はこういうおバカのやつらはですね実際付き合ってみると案外いいやつ多いっていうふうにおっしゃってますんでですねそこら辺含めてちょっと判断してみてください。えー、自分かから勉強でででききる人人とできないいの違いって何でしょうか 中学3年生です。私は勉強が好きですが自主学習ができません2年間不登校だったので勉強しろと言われるんですがどう頑張ってもできませんできて1日30分です不登校時代は焦燥感に駆られながらも勉強できませんでした。 今は志望校にも入るぐらいの成績になってなおさらやる気が出ません冬休み期間に差がつくと言われて何とかしなきゃなと思っているのですが山木先生からですね回答が来てまして山木先生が言うにはですねさっさと予備校行けと塾に行けと大多数の子どもというのは自主学習がそもそもできないと勝手に自分がで勉強できる子どもなんてほとんどいねえと。 えー、それができないこのためにわざわざこの世の中にはですね塾とか家庭教師とか予備校みたいな勉強しなきゃいけないという圧をかけるサービスが存在していますと。えー、家庭の経済的ななで塾に通えないというのならスマホを自宅に置いてめちゃくちゃ静かな図書館に行けと,ということです。あ、まあまあのまままあそうだと思います。けども、まあ、僕からの補足としてはですね。ねこの えー、小さな文章を読んでる限りですね2年半不登校でもですね現在は志望校に入れる成績なんですよ。ということは学力的に問題ないわけですね実は、えー。多分ね 勉強しなくても大丈夫な地頭がいいだけだと思うんですよだからあのよく受験生を脅かすですね冬休みに差がつくとか夏休みに差がつくっていうそのそん程度に差がついても一日三十分勉強したら追いつくと思いますで頭のいい人にとって実際ですね高校入試程度っていうのは一日三十分程度の勉強で僕は十分だと思うんですけども あのそれでも不得意教科があるとかですねこの教科は、えー、人より劣ってるもしくは人よりというふうに考えた方がいいな多分他人と比べるんではなくてその高校の入試判定テストですかね模擬試験のテストで。 あの OK、だったら気にしなくていいいと思います冬休み程度のですね3週間ぐらいのつけ焼き花勉強でそんなに成績に大きな差がないと思うんでですね、えー、現在のように30分勉強すりゃ十分じゃないでしょうかあんまり必要以上に学力を上げるとですね先生などが「もう一つ上の高校を目指せ」とか言い出してそこでですね勉強しなきゃいけない。 ハメになる方がしんどいと思うんでもう中3だからで今からもうないと思うんですけども気にしなくていいと思います <laughs> え次また女性のすごく痩せするタイプのやつ女性20代連載中の漫画家です絵がめちゃくちゃ下手なのにコミカライズの仕事をやっています案の定コメント欄で絵が下手とめちゃくちゃに叩かれて心が折れています 絵が下手と指摘されるのは覚悟はしていましたがその数の多さと生々しさに <laughs> 震えが止まりません、えー、普通の社会人としてやっていけなくて漫画家になったはいいものの漫画からも逃げてしまいたいです。 しかし漫画から逃げれば生活に困ってしまいますコメントはもう見ないようにアプリを消して絵がうまくなれるように仕事と並行してデッサンやクロッキーも頑張るつもりですが批判コメントの数々が脳にこびりついて苦しいですどうかせめて連載終了まで頑張れるように励ましの言葉をください」。 えー、山脇先生からのですねごお返事が届いております、えー、自分のオリジナル作品ならまだしもすで、えー、にある作品のコミカライズならあなたのお客さんというのは 読者ではなく発注元の出版社です出版社の担当が良いと言ってるなら全く問題がないむしろこれだけ批判コメントが湧いているのに打ち切りを命じないというのはあなたの漫画には素人の読者には分からないけど担当編集者のような漫画のプロにだけは分かる魅力があると思い込めという。 ですねまあ、励ましの言葉ですね山脇先生からはこれは励ましの言葉が届いてます。であの僕も基本的にそう思いますあの原作作品がある漫画の場合ですねその原作作品が有名であればあるほど漫画のを読む読者にとっての作画担当っていうのは作者じゃないんですよあの作品を作ってくれる神様ではなくてですね素晴らしい原作をダメにするかもしれないから見張らなければいけない存在なんですよね。ここ悩ましいと思ってす すごい漫画がアニメになった時もやっぱりファンっていうのは「あアニメになった!」と思って喜んで見てる人と。 俺の大好きな原作をさあどうやるつもりだったミスがあったら俺は親切にも教えてやるから見せてみろって言うですはっきりやっぱ2つに分かれるんですよ。でついつい熱くなるのはその叩く方というかですね叩き直そうとする人の方が熱くなりやすいしそういう風な言葉が集まりやすいんですよね。だからあとですねそのまあこれ漫画特有の問題だと思うんですけども一度ね絵が下手って っていうですね、祭りが起きちゃったらコメント欄にねそれ以外のコメントを書きにくくなるんですよつまりコメント欄でも最初の方の相談であった何で成績が悪いことをみんなで言い合うのかみたいなもんででですね、えー、仲間をそこで作っちゃうわけですねコメント欄っていうのは実はその作品のコメントを書いてる。 作者にとっては自分の作品についてはコメント書いてる場だと思っちゃうんですかそうじゃないんですよ普段は友達がいない人たちの連帯の場でもあるんですよだからそのコメント欄であのいや,いやダメだと思うでいや本当そうだよねこの作者ダメだよね分かってないよねって言って 勝手に仲間を作ってその仲間の盛り上がりのネタとしてあなたの漫画が使われているだけでですね彼らは彼らでですねもうあのそういうサークル勝手に作っちゃうわけですだからその場合あなたの漫画はですね絵が下手っていうネタを提供する場になってで仮にあなたの絵が上手くなっちゃったりしたらですね彼らは行き場を失ってですね <laughs> 仲間を失うのでですねどんなに上手くなってもまだもうちょっとでもある下手なシーンを探して探して探してそれでコメント欄を何とかして盛り上げる 上げようととするですよでコメント欄が、まあまあ、そういうです、ね、仲間が欲しい寂しい連中に荒らされていて逆に言えばですねそれ以外のいやでもあそこいいと思うよとかいやあのシーン感動したなっていう人が書きにくいんですねそういうとこ行くとまた「いやでもでもあそこの絵下手でしょ」っていう同調圧力を肯定的なコメント書いた人がその同調圧力をかけられてどん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 書きにくくなって、まあ、これがコメント欄が荒れているという状態なんですね。 だからデッサンやクロッキーを頑張ってもですねこういう流れってないんですよ。こういう一度ヤンキーに荒らされたスラム街のようなコメント欄っていうのはもう本当は見捨てるしかないのでコメント欄見ないっていうのはすごい正しいあのやり方だと思うんですよ。で出版社の人があんまりそれ気にしてないのはですねあのコメント欄っていうのは他の作品見てもそんなもんだって分かってるからだと思いますなのでデッッサンやクロッキーを頑張るよりは 今の漫画がですねちゃんと原作をです、ね、コミカライズとして成功してるんだったらこの今の仕事をキャリアにしてですねもう一つ別の連載を立ち上げるそれは原作ものでもいいし自分が考えたオリジナルでもいいですでその方がその結果的に漫画家として成功すると思います、あのー、漫画の絵っていうのはデッサンやクロッキーではなくて漫画の絵なんですね漫画が上手くないとダメなんですよ,ですよで。漫画が上手いいでっていうのは 素人には分からないんですよでも絵がうまい絵が下手っていうのはバカでも分かるんですよねなのであの絵が下手っていうのは誰でも言えるんですけど漫画としてうまい人っているじゃないですかあの怪獣の作者とかですねなんかあの人どう見てもあの絵が下手なんですけども「ドラゴン桜」の人とかですねどう見ても絵が下手なんですけど圧倒的に漫画がうまいんですよ。 で、みんなあの浦沢直樹になれるわけではないんですよ。<laughs> みんな漫画が上手きればいいんですよね。なので、漫画が上手くなるには漫画の数を書く種類を書くのが一番手っ取り早いのでですね。別の連載をなんとか立ち上げてですねえー。そっちの方で勝負するのがいいと思います。僕、あの生まれた時にですね。心臓に先天的な欠陥があって、もうほぼほぼ8割の確率で。 でで死ぬという,ふうに言われたんですよ、ね、心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから要するに泣かさなければいいと,ということでうちの母親はそこからもう本当に2年ぐらい寝てないそうですねとにかく僕は一瞬でも泣きかけたらすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですねまあそれでまあ僕は生きてるんですけどもいや、ね、すいません今のコメントでこんな立派なサイコパスになってって書いてあって。<laughs> <laughs> ま,まあその通りですよね <laughs>。愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね <laughs>。